はい、どうも、こんにちは。今回ね、またライフイズストレンジ続きやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、何かしたかって言われたら何もしないんだよ。とりあえず話だけはしましたと。で、今回また新しい場面が始まろうかなというぐらいかな。でさ、やっぱさ、そのマイクをさ、変えてからというものさ、そのマイクの位置を模索してんのよ。で、前回さ、撮った後さ、聞いたらさ、やっぱ、近すぎるのかな、わかんないけど、ちょっとこうやっぱザザザザザザってしてたから、ちょっと今回話したんだよね。だからその分逆に今度は声が小さく聞こえるかもしんないけど、それはちょっとご了承いただきたい。 俺が一番困ってるから、とりあえずとりあえずやっていこうか。あ、いろいろあるね。見てなかっどうた、昨して日木に当たるの？何が？レイチェル・ザ・マニー。何これ？どうして木に当たるの？大積みマネー。レイアップ、ペイアップビッチ。あ、レイチェルがなんかやっぱ、なんかいじめじゃないけど言われてたんだな。スプリンクラー。最近は水不足なのに、こんなに水を無駄遣いしちゃって。そんな水不足に困るほどの環境なの今。マジか。水不足に、なんかあるよ。同じかエな？コな学校でよかっあ、同た。じだな。ここスプリンクラー。最近は水不ああ、ごめん足ごなめんごめん。のに、こんなに水を無駄遣いしちゃって。うわー、陽キャが固めてんな、おい。なんだこいつらは。スプリンクラー。とりあえずそのとこかな。いけないね。いや、ちょっとほんと声遠いかもしんないけど、ちょっとやっぱあの耳をちょっとさ、耳を聞いててなんかちょっとこう、ちょっと嫌だったんだよ、俺自身。そう、なんかちょっとザザザしてて。おい。うわ、ビクトリアと取り巻きちゃんたちだ。行きたくねえ、マジ。こんな中入れないわ。ら、自撮りクイーンのマックス・コールフィールドさん。なんだと？個性吐き取って、マークじゃなかった、ジェファソン先生の気を引くなんて。お？ダゲレオタイプです。ろれつ回ってなかったし、酔お？っ払ってるのかしら。んだとこら、おい。てめえぶっ飛ばすてめえ、おい。 おい、てめえ賢よ。いマックスさんならこれを見てわかるでしょ。通行止めよ。んだと？待って、動かないで。そこにいて暇じゃないんか、お前。傑作が撮れた。安心して。SNS にばらまく前にレトロフィルターで加工してあげやるじゃん。ば。さよなら、自撮りぼっちさん。ぼっちって言うんじゃねえよ、ムお前、カつく。絶対どかせてやおい。ぼっる。ちって言うんじゃねえぞ、お前、おい。ぼっちひにど過い言敏。葉、もう二度と聞きたくもない。お前、ふざけんなよ、マジで、ほんとに。何これ。はしごをいじってサミエルを怪我させたくない。ビクトリアが毒だけでいい。サミエルを怪我させたくない。なんかここに乗るときになんかその、ああ、来てる来てる。サミエルがペンキを塗り始める。見てみようか。ちょっと見てみようか、一旦。ちょっと超えて、マックス超えれるでしょ、そこぐらい。見てみよう。 見届けよう。時間を戻す能力あるから、マックスには。あ、始まった。なんかついたね。なんかついたけど。水をもっと出して、ビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。届かなくない？でも届かなくないですか、先輩。スプリンクラーのバルブはどこ？ああ、バルブ。バルブどこだろう。でもさ、正直言っていい？なんとかしなきゃ。もうダメだったの？もうダメだったの？俺。もう許されなかったの？これ。いいじゃん、別に。判断力早いな。お前判断すんの早くないっすか？水をもっと出して、ビクトリアと取り巻きあ、を開いてる移開いて動る開いてさせる。られるかも。開いてるぞ。スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。ああ、これかな？でもさ、これしたらでもサミュエル結局びっくりマークだよな。結局サミュエルびっくりマークだよね、多分。これ使うってないんだよな、でも。
スプリンクラーのバルブ、私でも使えそう。あれかな、もう一回見て使うが出るまでやらないといけないのかな。水をもっと出して、ビクトリアと取り巻きを移動させられるかも。あ、これここのバルブが対象なのかな、じゃあ。いやもう、マックス分かってるって。マックス分かってる。分かってる分かってる。マックス分かってるから。気をつけて。マックス分かってるよ、俺も。スプリンクラーのバルブはどこ？これか。これが出たら大丈夫かな。サミュエル、失礼するね、ちょっと。使う。来た来たっしょ、正解っしょ。これカシミヤなんですけど、この服いくらしたか分かってるの？そうだよね。もうマジで最悪。帰れお前ら、おい帰んなあいつら帰んな。強ハートが強すぎる。言葉分からないの？あっち行って。お前みたいだけなんだって。ずぶ濡れで惨めなのにおしゃれに見える。もう一回濡らす、もう一回濡らす。あ、見れないわ、もう見れねえわ。もうこれ限界。いや、ここで多分移動したことに意味あるんだよね、多分。なんかあるかな、なんかある。あ、一応使ったものはもう使えないようになってんだ。あ、なんかお前らボール使わない。なんか、あ、離せねえわ。一時的に離せねえわ。もうごめんて、ごめんて。どうすればいいのかな。あ、これあれかな、水のとこまでかな。あっち行ってだね、あっち行って。戻せるって便利だな。おそらくここで何かするんだろうけどさ、なくないっすか。お、出ないもんだって。え、パパラッチは立ち入り禁止よ。ずぶ濡れで惨めなのに、ごめんごめん、おしゃれに見える。おい、お前ら濡れてやんの。おい、え、なんか俺濡れてんだけど今これ。え、これどうすんのこれ。パパラッチは立ち入り禁止よ。ごめんって、探してみろ。じゃあちょっと待って。あんまり行き過ぎたらそこに戻るんだ。うん、ビクトリアの近くにペンキ、いいこと考えた。ああ、もうそこでできんの。言ってよ、じゃあ戻る戻る戻るから。ごめんね。なんすんの。よし、これでどうだろう。何したの。でもスプリンから使えるってことはなんか使う気がするんだよな。ちょっと待って、サミュエル、ちょっと元気ない、ちょっと元気ない。チャンスチャンスチャンス。で、来てる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 、これ来てるでしょ。アングルがおかしいもん、アングルがおかしいもんな絶対。おい、バーカ。申し訳ない、髪の毛につくと落ちないんだよ。すまん。頼らないでよ、気色悪い。今タオルを持ってくるからちょっと待ってて。早くしてよ、乾いちゃうでしょ。大成功。私を舐めた罰だ。でもどいてなくない。でもどいてなくない。あれ、ビクトリアさんどうしたんですか。あれなんかえ、天気されてんだけど。え、ビクトリアさんどうしたんですか。え、ビクトリアさん一人で座ってるとなんだか悲しそうに。どうしたんですか。ビクトリアックス、何かよ。なんかすごい、慰めようぜ。大丈夫？その服カシミヤだよね。知ってるね。まあね、でも他にもあるし。強がんなよ。前から思ってたけどいつもおしゃれだよね。ちょっと
否定はしないけど、ジェファソン先生にも言われたし。それに写真の才能もすごいよ。リチャード・アベドンっぽい。誰？アベドンのファンなの。ちょっと嬉しい。あれちょっとやめてよ。ちょっとたくタオルはまだ、いつまで待たせるの。友情芽生えてんじゃん。ちょっとあれ、さっきの写真消すね。あれちょっと意地悪して悪かった。あと自撮りぼっちとか言って。ちゃんと覚えてんだお前。ムカついたけどちょっと笑えたよ。ちょっとお前も返したな。よく今日はなんかついてないみたい。わかる、そういう時ってあるよね。じゃあまた。え、でもさ、俺さ、あの、個人的に言うけどさ、あの、なんていうの、自分でさ、これじゃビクトリアに都合がいいだけ、仕返しした方がいいかな。とにかく部屋に戻ってウォーレンに会おう。なんていうの、なんか自分でさ、細工してさ、相手をさ、その、苦しい目に合わせてさ、その後フォローして仲良くなるって、なんかちょっと、個人的にはあんまり好きじゃないんだけど、それって結局どうなのって感じなんだよな。俺ちょっとまだ心に残るものがあるよな。あそこからかってもダメだと思うんだよな。からかった方が良かったかな。 HIV と AIDS、 イニシャルではありません。これらの病気で精神に関わる、このらの病気は精神に関わる深刻な病です。誰も逃れることはできません。今すぐ正しい知識を。詳しい情報はチューズヒーヘルス、チューズヘルス頭悪いなお前。アドレス頭悪すぎるだろう。探しています。9月16日食堂のテーブルに置き忘れた私のリュックがなくなりました。教科書と、ああこれ見てた、見た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 。私のフランジのニューフェイスクリームを盗んだクソは前、あれはすごく高かったし、私のニキビにはそれが必要なの。そのクリームの効き目は私が一番よく知ってるし、あんたの綺麗になった肌を見ればすぐに犯人になってわかるからね元から綺麗かもしんないだろ。頑張れ、なんと先生。私は無理かもしれないけど。あれか、先生があのガルか。あなたの行動を監視させないために学期末までに侵入対策と称した監視システムがブラックウェルアカデミーに導入されようとしています。全教職員と学生協議会はこの重要な問題を皆さんに知っていただき、議論するために公開フォーラムを開催予定です。プライバシーの侵害に反対の声を上げましょう。10月18日午後5時、学生総合施設正面玄関にて。ボルテックスクラブ、惨めだな。ビクトリアクラブ、俺は仲良くなったぜ。冗談でしょ。何？何これ ？No boys allow。男立ち入り禁止？ブラックウェルは広くないけど、まるで迷路。ああ、東京みたいなね。ブラックヘルへようこそ。あ、書いてんじゃん俺の部屋はマックス219書いてんじゃん。ん？これは？217号室。ここには絶対入らない。これ名前書いてんのこれ。ブラックヘルへようこそ。ステラって書いてるよ。ステラって、でもなんかいじめられてそうじゃん。なんかこれテイラーイザースレイブ、奴隷だって書いてるじゃん。おい、ジュリエットスーパーレポーター。レーナは根っからのチアリーダーだな。嫌だな、なんかこれいじめられてんの分かりそうじゃない。これ大丈夫かな。開いてんだけど。あ、シャワールームか。入れな。開いてるのに入れな。何これ。キャンバス内には危険がいっぱい。あなたの身を守るための情報は下記をご覧ください。いつでも自分の現在地を把握しましょう。常にあなたの行く先を友人に知らせましょう。事件があったらすぐにキャンバス内の責任者に報告しましょう。無料のキャンバス警告アプリのダウンロードはこちら。ウイルスかもしんないだろう。楽しそう。唯一のオタク女子じゃないみたいでよかった。何が。本の虫女子クラブ、本を読んで感想を話し合う同好会です。扱う作者はいかん通りです。アーシュラ・ケール・グイン、ロビン・ボブ・ニール・ゲイマン、ピアーズ・アンソニー、テリー・ブルックス、デイビッド・カルボー、マリオン・ジマー、ブラッドリー、空飛ぶドラゴン系のもろもろ。少年魔法使いや吸血鬼ものは禁止、男子禁制。売ります。自転車があれば超楽ちん、20ドルプラス配送料5ドル。連絡先タイロン。うっつどうも。え、これボルテックスクラブ近日公開ってどういうこと。もうわけわかんないんだけど、クラブじゃねえの。あ、なんか貼ってるよ。え、これ雰囲気があるね。埃をかぶってるけど。
ああ、結構昔から貼られてる写真なんだ。え、なんかちょっとやばくない？何これ？トイレットペーパー戦争に勝者はいない。亡霊しか残らない。いや、誰も勝ってないよ。トイレットペーパーこんななってたら誰も勝ってねえよ、もはや。非常ベルはまだ新しそう。うんうん、ポスター。やつらは生きてる。何これ？ゾンビになるのはソーシャルメディアにとらわれるな。人生はあっという間。クリアヘッド財団より。まあそうだよね。スマホなんだっけ、スマホゾンビじゃなくてなんだっけ、なんか言われてるよね。本当にバカみたい。書くって何これ？ウェルバング、ジーザス、誰の部屋これ？あれかな、いじめられてるから。マックスのやつ書いてるわ。誰これは？勘弁してよ、ビクトリア。なんか誰が誰だかまだいまいち分かってんだけど。このポスター、結局何が言いたいの？ん？みんなで私たちの惑星を守ろう。時は来た、君がリーダーだ。決めるのは君だ。そして君の声を届けよう。地球をつけ。本当だよ、何が言いたいんだよ。いろいろ混ざってるわ。ウォーレンはブルックと付き合えばいいのに。どう見ても相性バッチリだもん。ちょっとうんこ消そうぜ。うんこ、ちょっとうんこついてるもんな、これ。僕いじめかな。ホワイトボード形式にするのやめようぜ。ラブ&ピースじゃん。何これ？世界共通の私のことはほっといて、マーク。寮のすべてがここに詰まって。それと私のことをほっといて、マーク多いな。一人で悩まないで。人は誰でも悩みや困難を抱えています。些細な悩みでも構いません。いつでもお電話ください。24時間体制で私たちが問題解決の手がかりを得るお手伝いをします。心のホットライン24時間受付。携帯電話探してます。ダイヤモンドの携帯ケースで最後に見たのはボルテックスクラブのパーティーです。発見された方はプレスコット寮までよろしく。陽キャっぽいな。ボルテックスクラブ、求む統計学の家庭教師、助けてください。1ヶ月も勉強しているのにほとんど理解できていません。数学かグラフありの哲学なのかも分かりません。お願いします。 A を取れたら謝礼金を払うつもりです。本当にお願いします。コートニー、これでバレそうだけどな、名前が。ね、これ。肉食は声なき殺人、ブラックエール完全菜食主義クラブにご加入ください。毎週水曜日に持ち寄りパーティーを開催しています。女子会、ハロウィン、細く長く、ナイトメアビフォークリスマス。10月16日午後7時、寮のラウンジにて、リンギュ、格付き開催、人類皆兄弟。これもやっぱ掲示板見てるとやっぱ結構おもろいな。いっぱいあるもんな、なんか。これ俺のとこだよね。なんかあるでしょ。なにこれ？いるんだけど、パンプキンが。パンプキンいるんだけど、パンプキン。じゃあ、いいか、俺入ろうか。なんか書く？何も書いてない。何も言いたいことがないの。ああ、なんか自分の言いたいこと書くみたいな。かわいいクマちゃんいるじゃん。ギター持ってんのかよお前。ただいま、私の小さなお城。ちょっと、その表現好きだわ。めっちゃ見れる、めっちゃ見れるわ。どうしよう、見るだけ見るか。ママは誕生日にチョコクッキーをこんなに大きな箱で送ってくれたし。ママ、ちょうど見る来た。200ドルの商品券も忍ばせてくれてた。おかげで寂しい誕生日にはならなかった。ママ、ちょうどメール来た今。おかしくないか。ちょうどメール来たぞ。マックス校長先生からブラックエルの誘導性について嘘をついたというメールが届きました。本当なの？校長先生はかなり深刻な訴えだとおっしゃってたし、あなたが嘘をついていることも心配なさっていたわよ。すぐに電話してちょうだい、ママより。ママ、違うんだって。嘘じゃないよ。嘘って扱いになるんだ。信じられるとかじゃなくて嘘って扱いになるんだ。映画に出てくるファッションには程遠いけど、私は気に入ってる。もみ消されるのか。自分が18なんて信じられない。でもあれ、チクらなくてもさ。写真を続けさせてもらえてよかった。ん？何これ？誕生日おめでとう。あなたが生まれて初めて笑った日のこと、私たちは忘れません。一目惚れでした。今日は特別な日よ。会えなくて寂しいけれど、夢に向かって頑張っているあなたをとても誇らしく思います。愛を込めて、あなたのママとパパより。いや、ちょっと、あなたが生まれて初めて笑った日のことを私たちは忘れませんって、やめてくれよパパ、ママ、これはやめてほしいわ。泣くわ。マンレイも自撮りなんて言うかな。わかんな、ごめん。専門的な実在な人かわかんないもん、もはや。いいギターなんだよね。もっと弾いてあげないとな。じゃ弾こうぜ。路上ライブしようぜ、路上ライブ。
なんかオープニングみたいな。なんかオープニング始まりそうじゃん、普通に。めっちゃ写真貼ってんな、こう見ると。思い出の写真教えてくれよ。なんか同じような写真何枚もあるけど、緑色の。見ちゃいけなかったかな。緑色の同じような写真めっちゃあるけど。ちょっとなんか、いい感じで切ってくれないかな。あ、これ2周目かな。あ、2周目だな。終わろう。すげえ切り悪いけど。ちょっと乗ってきたとこぐらいなのに、音からしたら。何これ。またパパと一緒にホッケーの試合を見に行きたいな。てかすげえ親に愛されてんなお前。ケイトに10月は黄昏の国を借りてよかった。ブラッドベリー集めようかな、うん、インスタントフィルム。インスタントカメラのフィルムってもうほとんど見ないし。あ、高いんだよね。それはあるね。それでも私はアナログ派だけど。確かにそれ結構あるよね、そういうことは。私いつもファインダー越しか窓越しに何かを見てる。見てるだけ。いいいいよいいよ、別に客観的に見れてるってことだからいいじゃん別に。ね、これ。あ、水。あなたのことは忘れてないよリサ。まだね。リサ。カラカラだ。私ダメなママね。はい、お水。あ、リサって名前つけてんの。てかあれじゃん、ボルビックじゃん。いやいやいや、未来決めるって別に水やる以外ないでしょ。これボルビックでしょ。これボルビックっぽくないだって、これボルビックでしょ。ボルビックだっけ。いつか映画のコレクションをきちんと整理する。それとテレビも HD にする。今そうだよな。YouTube で見れるんだよな、HD。なんならフル HD まで見れるからな。なんなら 4K まで見れるからな。レーナがメモを置いていったみたい。まあ、4K 見れる人は限られてるけどさ。4K 出せる人と 4K 見れる人は限られてるけど。マックス、勉強の合間に映画見たいから USB 借りたよ。必要だったら私の部屋に取りに来て、レーナ。あ、俺の USB が。もう。レーナの部屋に USB を取りに行かなきゃ。ノート PC がかまって欲しそうにしてる。使ってやるよじゃあ。ダニエルはすごいな。私を書いたからって何か言われないといいけど。本当だ、ダニエルのサイト大好き。キモいキモいアイコンがあるわ。ダニエルの自撮りがアイコンだわ。僕の新しいミューズのスケッチ。炎上しないようにな。カメラマニア、カメラマニアは国内外全てのカメラマニアのための総合ウェブサービスです。各モデルの使用は下の画像にいずれかをクリックすると表示されます。いいじゃん。ウォーレンってば本当おかしい。ここでちゃんと友達ができてよかった。ウォーレン・グラハム、マックス・ジェファソン先生の授業用のノートのコピーとメールをありがとう。何度もでも感謝のメッセージを書くよ。もし興味があるなら超面白いテレビや古い映画なんかを集めた動画を入れた USB があるから見たくなったらいつでも言ってくれ。君にはいつも助けられてばかりだね。俺は芸術家というよりも科学者だけど、事前にカメラの仕組みをサクッと教えてくれない？じゃあまた、ウォーレン・グラハム。ウォーレンがあれか。こいつかな？メールくれたやつかな？あ、だね。ちょ、彼氏いいんじゃん、お前。インスピレーションが必要な時はこれを見るんだ。パパに言って、パパに。ちょっと。フィリップ・ロルカ・ディコルシア。は？あんなところにカメラを持ち込むなんてすごい絵。ジュリア・キャメロンのビクトリア朝の画面も素敵。ああアナログ中のアナログね。ああそれにダリ、時間を止めて切り取る天才。ごめんごめん、マックスの感動に俺がついていけてないもん。置いてかれた普通に。スペースニードル見物で唯一私が写っている写真。うん、誰これ？パパ？いい試合だったし、最高のホッケーが見れた。かわいいじゃん。クリステンとフェルナンドが酔っ払って、フリーモントトロールに登ってたね。いい、お前楽しんでんじゃん、人生。いいじゃん。俺より楽しそうじゃん。俺写真なんか撮らないからな、基本的に。カルティエ・ブレッソン、ドアノ、ハミルトン、最高。やば。ガチで好きじゃん。見る。中古屋でレコード買いたいな。あ、お前音楽聴いてたもんな。いかにもな趣味だけど。音楽は私と作品に必要だからいいんだ。画家だなお前、本当にアーティストだわ。マックス&クロエ、ずっと友達だったはずなのに。え、なんかクロエ、いい加減クロエに連絡しないと。どっちもいいじゃん。遅くなるほど気まずくなるし。クロエ可愛いし、なんならちょっと、もうパッと見言うけどさ、パッと見本田翼なんだけど。本田翼なんだけど、本田翼じゃないこれ。本田翼なんだけど、これめっちゃ本田翼なんだけど。めっちゃ本田翼じゃない？
ママとこれを作った日のことを思い出すとほっこりする。お前本当あれだね、親に愛されていいね。なんかすごい。ヨウホーキャプテン、あなたがいてくれると楽しいよ。このクマあれか、鏡を飲み込んじゃって病院に運ばれた日からの親友だもんね。この写真にあったような写真の写真もパイレーツだったもんな。見るマックスメモリアルフォトウォール、うん、ごめん本当に申し訳ないけど同じ写真いっぱい貼ってんだけどまあそれはもうゲーム側のね、ゲーム側のあれなんだけど限界があったんだろうね。 USB にメッセージまで仕込んでた、うん、ウォーレンはお茶目だな。マックス、またはこれを見た誰かさん、この中に入っている映画を見れば君の人生観は変わるし誰かに話したくなるはずだ。この動画の差を理解してくれる人のためだけにダウンロードしたんだ。気に入ってくれるといいな。食人族とウルトラビクセンのディープな感想を待ってるよ。じゃあまた、ウォーレングラフム。これ読んでるのはいいんだけどさ、次セーブが18歳になったなんて大人には見えないな、うん、顔色悪いだけで。いいじゃん、写真撮ろうぜ。え、かわいい、かわいい写真撮れそうじゃん。カメラ越しっていいよな。あ、セーブした。じゃあこれであれだな、ここで多分次ここから始められるからいいじゃん。月曜日、あれあれ、そっちに来んの。え、結構逃してんだけど、ちょっと待って、結構逃してない、これ。いた、俺たスケボー、やばいな。まあでもとりあえずちょっと時間結構やってるから、ちょっとここら辺じゃ一旦終わるわ。次ベッドと電源コードとあの誰かの部屋に行くから、ちょっととりあえず今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。ビクトリア・チェイスはブラックエルアカデミーの女王様。お金持ちな上に可愛いのになぜかみんなに意地悪する。全く子供じゃないんだから、せっかくこんないい学校に通ってるんだから勉強に集中すればいいのに。ビクトリアのやってることはまるでリアリティショーの世界。とにかく騒ぎを起こしたくてしょうがないみたい。今日も授業中に私の悪口言ったり、ケイトをからかったりした。親が知ったらなんていうか。ま、ビクトリアはボルテックスクラブのメンバーだし、あのクラブに入っていれば何やっても OK みたいなところがあるからどうでもいいのかも。だけどビクトリア、アートや写真のことはすごく詳しいんだよね。したかみそうなフランス人の名前だってスラスラ出てくるし、作品はちょっと冷たい感じがするけど、センスはいいと思う。それとビクトリアはジェハソン先生に夢中。誰が見てもバレバレで、見てる方が恥ずかしくなる。先生に気に入られようとあの手この手だけど、全然相手にされてない。日常ヒーローコンテストで優勝させてもらうのが狙いなのは見え見えだけどね。お金や色仕掛けで釣れないものもあると分かって悔しがるビクトリアの顔が目に浮かぶな。ざまみろ。